デバネズミはデバネズミ科に属する月詩類である。サハラ砂漠以南のアフリカに生息する。モグラのように地下にトンネルを作り、そこで生活している。トンネルの長さは 1km に及ぶこともある。根菜などの植物の根を主な植物としている。トンネル内の移動に適した短い手足と円筒形の胴体をしている。一生のほとんどを地中で過ごすため、四角は ほとんどなく、嗅覚や聴覚が発達している。デバネズミの外見で特徴的なのが、口から大きく飛び出した門ンである。デバネズミ族バサーアーガス以外のデバネズミは、この門ンを用いて穴掘りを行う。デバネズミ族は、前足の爪を用いるが、他のデバネズミに比べ、穴掘りは苦手である。地中で生活しているため、多くの捕食者から襲われる心配がない。 唯一の例外とも言うべき天敵がヘビである。ヘビは、巣穴の中に侵入し、デバネズミを捕食している。裸デバネズミの分布図エチオピア、ソマリア、ケニアに生息している、裸デバネズミヘタセファラスグラベールは、蜂、アリなどの社会性昆虫と類似した社会構造を持つ、つまり、新社会性である。哺乳類では、 新社会性は、裸デバネズミとダマラランドデバネズミのみで知られている。他のデバネズミは、単独生活、もしくは数頭の小集団で生活しているが、裸デバネズミは一つの巣穴の中に80頭以上の集団で生活している。集団のうち繁殖を行うのは、1頭の女王と数頭のオスのみで、残りのメンバーは、繁殖をせず、巣穴の維持や子供の世話を行っている。 女王が尿と共に分泌するフェロモンによって他のメンバーの繁殖行動が抑制されていると考えられている。女王は年に4から5回出産し、一度に平均14頭の子を産む。ありがとうございます。